はいどうも皆さんこんにちは。今回はアントマンの第3作目となるアントマン&ザ・ワスプ・クォンタマニアについてと、もうすぐ始まっていくロキのシリーズでも大切になってくるタイムトラベルについて見ていきたいと思います。まずはじめに見ていくのがアントマン&ザ・ワスプ・クォンタマニアで登場するかもしれないちょっと意外なキャラクターで、それがアントマンの1作目に登場した敵のイエロージャケットです。イエロージャケットことダレン・クロスはハンク・ピムの忠告を無視してアントマンスーツと同じような機能を持ったイエロージャケットのスーツを開発して、最後アントマンとの戦いの末量子世界に消えていきました。まだこの MCU の中での量子世界もわからないことが多く、1作目では死んだものとされていた初代ワスプことジャネット・バンダインは実は生きていたり、量子世界は宇宙と同じように今後さらに深く掘り進められていくことになります。そしてなぜアントマンの1作目で登場したイエロージャケットが再び登場する可能性が出てきたのかと言いますと、それはワスプ役のエヴァンジェリー・リリーのインスタグラムに投稿されたこちらの写真です。これはアントマン&ザ・ワスプ・クォンタマニアの台本ということで、台本を受け取ったエヴァンジェリー・リリーがインスタにこのように写真を投稿していて、注目すべきポイントはこの写真ではなく下のハッシュタグの部分です。このハッシュタグを見てみると、クォンタマニアに関係のあるものであったり関係している人物がハッシュタグとして付けられています。例えば引き続きハンク・ピムを演じるマイケル・ダグラスであったり、初代ワスプを演じたミシェル・ファイファー、そして主人公のスコット・ラングを演じるポール・ラット、またこの映画で大きく成長したキャシー・ラングを演じるキャサリン・ニュートン、そしてそれだけではなくてコリー・ストールのハッシュタグも入っています。このコリー・ストールがアントマンの1作目でダレン・クロスを演じた俳優で、なぜかクォンタマニアの投稿に彼の名前も入っています。もちろんアントマンの1作目に登場したキャラクターは他にもたくさんいて、その中でわざわざコリー・ストールの名前をハッシュタグでつけるというのは何か意味があるのではないかと思います。アントマンの1作目を見る限り、最後イエロージャケットは小さくなって死んでしまったようにも見えますが、おそらくイエロージャケットはまだ生きていると思います。それというのも、これまでの MCU を振り返ってみても、敵が最後やられてもなんだかんだで生き残っている敵というのも多いからです。例えばインクレディブルハルクに登場したアボミネーションは、今後シーハルクのドラマシリーズに登場することも分かっていて、あの後も現在まで生きていたことが分かります。他にも敵とは言いづらいかもしれませんが、アイアンマン2に登場したジャスティン・ハマーであったり、スパイダーマンホームカミングに登場したバルチャーはまだ生きていますし、ファーフロムホームに登場したミステリオもまだ生きているはずです。このように敵の中には最後死を曖昧にして今後話につなげていくために、その可能性というのを完全に断ち切っていないキャラクターというのが数多くいます。イエロージャケットもその一人で、最後は死を完全に確認できたわけではなくて小さくなって消えただけなので、初代ワスプのように量子世界で生き延びている可能性は十分にあるはずです。そしてアントマンの3作目となるアントマン&ザ・ワスプ・クォンタマニアは、このサブタイトルからもわかる通り、さらに量子世界がメインテーマになっていくということで、前作のアントマン&ザ・ワスプに登場した量子世界の謎の都市についても明らかにされるはずです。本作でも前作に引き続き監督を務めるペイトン・リードは先日ツイッターでこのような投稿をしていて、一見クォンタマニアとは何の関係もないように見えますが、この鉄球を半分だけ写した写真というのはアントマン&ザ・ワスプで登場したドーム型の謎の量子世界の都市を表しているのかもしれません。このような量子世界に存在する都市というのはコミックでも登場していて、これによく似た都市としてはクロノポリスというのがあります。このクロノポリスという都市は敵のカング・ザ・コンカラーが支配している世界で、カング・ザ・コンカラーといえばクォンタマニアでもジョナサン・メイジャーズが演じる敵のキャラクターです。このカング・ザ・コンカラーの本名はナサニエル・リチャーズで、リード・リチャーズの子孫ということになっており、31世紀の未来から来たということにもなっています。また一番知られている名前としてはカング・ザ・コンカラーですが、他にもいろいろな呼び名があって、コミックで初登場した時にはカング・ザ・コンカラーではなくてラマタットとして登場しています。この時は古代エジプトを支配していて、最終的にはファンタスティック4に止められています。他にもイモータスであったりアイアン・ラットなどいくつかの名前を持っています。おそらく MCU 版のカング・ザ・コンカラーもタイムトラベラーということで未来から来たという設定になるかもしれませんが、そうなると厄介なのが TVA の存在です。こちらロキのシリーズが始まってみないと詳しいことは分かりませんが、
TVA は主に時間の流れを守っている組織です。そのため標準の時間の流れに逆行するものであったり、ロキのように派生した別世界を作ってしまうような行動をしているものを取り締まって、時間の流れが乱れないようにしています。このように考えると、エンドゲームでタイムトラベルをしたアベンジャーズはどうなるのかとも思いますが、アベンジャーズであったりロキ以上に TBA が目をつけるであろう人物がカング・ザ・コンカラーです。カング・ザ・コンカラーはタイムトラベラーで、タイムトラベルを違法に繰り返してはその土地や時代を支配していて、MCU でも同じようなことをしていくとすれば TBA が放っておくはずはありません。もしくは TBA はすでにカング・ザ・コンカラーの存在に気づいていて、逮捕しようとしているものの未だ捕まえられていない可能性というのもあるかもしれません。スペースストーンを持ったロキでさえも捕まってしまうので、結構誰でも捕まってしまいそうですが、そんな TBA でも追いかけるのが困難になっていきそうなのが量子世界です。量子世界に入るには小さくなるためのピム粒子が必要ですし、適当に小さくなっても場所が合っていなければ特定の一人を探し出すのはほぼ不可能です。もしもカング・ザ・コンカラーがこれまでにもうすでにタイムトラベルを繰り返していて TBA に目をつけられてしまったため現在は逃げているとすれば、カング・ザ・コンカラーが量子世界に身を潜めているとしても不思議ではありません。今回はアントマン&ザ・ワスプクォンタマニアについて見てきました。皆さんはカング・ザ・コンカラーは現在どこにいると思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。